合言葉あっとんやろ？じゃあいいじゃないか。何が不満だと言うんだ？あれ？合言葉言うた場所どこやった？あ、そっか、上か。上で、なんか、守っとる人に言わんといかんねやっけ。この人ね。お客人、グズマ様にお会いするなら、三つの合言葉をどうぞ。ほい。では、今月の合言葉、グズマ様の大好物一つ目。割る。違う、袋叩き。三択ね。では、今月の合言葉、グズマ様の大好物二つ目。グソクムシャ。では、今月の合言葉、グズマ様の大好物三つ目。エネココア。合言葉は、袋叩き、グソクムシャ、エネココア。本当にこれでいいのかい？イエス。確かに合言葉は合ってるが、透かしてない奴はお帰りだぜ。グズマ様に会いたければ、屋敷を隅々まで調べな。え、どういうこと？屋敷を隅々まで？透かしてない奴はお断り？透かしてない奴は、お帰りか。え、どういうこと？隅々、屋敷を隅々まで、隅々まで調べたら何かあるんやろうか。特に何もない、この辺。あー、上がっちった。この辺？いや、関係ないよ。合言葉あっとんやろ？じゃあいいじゃないか。ねえ、じゃあいいじゃないか、別に。何が不満だと言うんだ？なんかこの辺降りれるとか。いや、別に降りれない。え、だって別に順番って言ってもね、聞かれた順番に答えてた気やし、私。なんだなんだ？透かしてないやつお断りとか言われましても。何もない。袋叩き。難しいんだけど。普通に難しいんだけど。この人に話を聞くとか違うよね。古ぼけたベッド、ポケモンの毛が付着している。それだけやろ？特に何かができるわけじゃないし。びっくりした。自分が X ボタンを押してしまっただけやった。なんか調べれる場所が、難しくね？その話はもう聞いた。なんもないよね。この辺もなんもないし。絵も調べれない。この辺のアイテムも別に何もない。こっちも特になんもないと思うよね。空っぽのとこばっかりやし。ん？あれは？いや、特に何もないね。何を調べるの？何を調べてどうできるというの？わからない。助けてくれ。もう屋敷隅々まで見たよ。あと上だけか。何もないぞ。この辺も特に。ここはメイク道具やろ？
このパソコンも気になるけど特になんもないし。すかさないとダメなんよね。どこに何があるというの？違う違う違う、出ちゃった出ちゃった。すげえ、テレビが2台もある。いや、向こう合わせたら3台あるんか、すげえな。しょ、ん？その合言葉はゲットしたんやけどな、私。向こう側に行きたいけど行けんしさ。ねえ、どうすればいいの？三つの合言葉言ったんだけど、私。袋叩きやろ、これ。で、大好物、グソクムシャやろ。で、エネココア。で？いや、あ、そういうことか。わかった、わかった、わかった。わかった。やっとわかった。グズマ様にお会いす、グズマ様にお会いするなら3つの合言葉をどうぞ。では今月の合言葉はグズマ様の大好物1つ目。これが袋叩き。そして大好物2つ目がグソクムシャ。そしてグズマ様の大好物3つ目がエネココア。ここまでは OK。合言葉は袋叩き、グソクムシャ、エネココア。本当にこれでいいのかい？そしてここで、スカルダンは、いついかなる時もノーと答えるべし。ひゃっはー。グズマ様の大好物を知り、最後にノーを選ぶ。最高に透かしてやがるぜ。なるほどね。グズマ様にお会いするなら、この先屋根をお通りください。屋根？クイズに正解、すごいろと、ボスの部屋へレッツロー。こっち？違うね。こっち側か。なんか誰かおる。てかちょっとここにアイテムが。穴抜けの紐を見つけた。お、君は敵か。ロマンチェックの場所で戦いを、戦いを望むのね、あなた。別にロマンチェックでもないと思うけど、こんなボロボロの、いや、ボロボロの建物の屋根の上って。さあ、来い。一匹。お、来たよ、ゴルバット。一系カビゴン。さ、カビゴンでいけるかな。おし、じゃあ Z パワーで。本気を出す攻撃。黒い眼差しなんか怖いよね。目が。なんかドラゴンボールに出てくるフォーみたいな感じじゃない？おったよね、そんなの。さあ行け。 Z パワーを体にまとった。さあ全力の Z 技。本気を出す攻撃。いけー。空中へ。はい、ドーン。一発で、一匹だけやったよね。お、イワンコがレベル55。やったね。所詮スカルダンは誰にも受け入れられないの。悲しいじゃないか。そんなことを言うな。せっかくのバルコニーも街が囲まれてつまらない。囲いに囲まれかっこいい。あー、つまらない、つまらない。てか、こんなとこに立っとったら危ないよ。落ちるんじゃない？ほら。すごい、落ちかけれる。落ちかけれるってなんか日本語おかしいけど。ここがボスの部屋？なんで窓から入らんといかんの？それもなんか透かしとるってこと？部屋に入るというのか、怖いもの知らずめ。ここまで来てよかったのか？ここまで来なきゃよかったのか？答えはお前の中にある。ねえ、それちょっとかっこいいやん。おー、偉そうだな。そんなとこに段を作って。なんかチャチーよ。ぶっ壊してもぶっ壊しても手を緩めなくて嫌われる。グズボ様がここにいるぜ。
よくわからねえが新しいよな。わざわざぶっ飛ばされるため俺様の前に来るなんてよ。ぶっ飛ばされる？スカしてるよな。じゃあヤングースかよ、あの頼まれごとのな。あ、そんなところに。キュー。で、そんなことのためにわざわざ乗り込んできたのかよ。大事なのはてめえのポケモンだけでいいじゃねえか。お前もぶっ壊れてるよな。機械が壊れたらどうする？とりあえずぶったたくよな。少なくとも俺様はそうする。まあ大抵はよ、跡形もなく壊れちまうけどな。お前直してやら。マジで直してくれるのありがとう。そういうことじゃない？さっこいよグズマ。スカルダンボスのグズマが勝負を仕掛けてきた。お、グソクムシャ来たよ。グソクムシャ、いっけカビゴン。カビゴンでいけるんかな。いや、ちょっとポケモンを変えていこう。ここはアシュレーヌか。あ、違った。え、何タイプやっけ。何タイプやっけ。アシュレーヌ微妙やったね今。うわー、やめてくれ出会い頭に。この毒っていうのは裏におる間には全然効果はないんかな。よし、ハイドロポンプ。いけ、アシレーヌ、ハイドロポンプ。くそ、あと一発ぐらい。お、危機回避。え、何、帰ったんだけど。アリアドス来たよ、アリアドス。よし、ここは、ウィンディで行こう。ウィンディおいで。アシレーヌ交代、戻れ。いっけ、ウィンディ。そして、怖っ。怖っ。さあ、いけ、ウィンディ、熱風、まだか。向こうの方が早いんか、素早さ。ウィンディ、熱風。おいしいぞ。効果は抜群だ。で、あと一匹やろ。グソクムシャ、グソクムシャ。ってことはもうやられるね。あなた。あなた。お、ベトベターがレベル49。ポケモン入れ替えません。はい、来た、グソクムシャ。もう引き返せんで。ってことで、ウィンディ、弾ける炎。おっしゃー。相手のグソクムシャは倒れた。ウィンディレベル53。やったね。あ、そしてお手入れを。スカルダンボスのグズマとの戦いに勝った。なるほど、なるほど。グーレイトだよな。なんかそんなやつおらんかったっけ、キャラクターで。お、おや、ベトベターの様子が。来たよ来たよ。これでベトベトンもアローラバージョン？どんな感じ？とりあえず、ベトベターアローラバージョンはさ、あれじゃない？色が違うだけって感じやったけど。ね。うわぁ。うわぁ。超カラフルなんですけど。なにこれ、気持ち悪。うわぁ。超気持ち悪いよ。ベトベターからのベトベトン。顔微妙に違うんかな？わからん。登録完了。ベトベターは別に変わらんよね、顔自体は。ビンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。ベトベトン、ヘドロポケモン、アローラの姿。意外におとなしく懐くが、餌のゴミをずっとあげていないと家の家具を壊して食らい出す。え、最悪やん。でも餌、ゴミを食べてくれるっていいね。ベトベトンは新しくベノムトラップを覚えたい。ベノムトラップの代わりに他の技を忘れさせますか。忘れさせる。ね、ベノムトラップって普通にある言葉なん。なんかポケモンの技としてあるだけかと思いよったんやけど。待って、ベノムトラップは？特殊な毒液を見せかける。毒状態の相手は攻撃、特攻、素早さが下がる。あー、でも別に攻撃技ではないっぽいね。まあ、いいや、諦めとこう。んー、いや、ちょっと待ってよ。噛み砕く。ダストシュートは？
あ、これは結構効くやつやね。ゲップ。あ、これも結構効くやつか。ってことは、ベノムトラップいいや。うん、いいよ。諦める。ベトベトはベノムトラップを覚えずに終わった。いや、なんかね、私他の、あの前に動画にあげたオセロニア、あれもしよったんやけどさ、オセロニアにもなんかベノムトラップっていう技が普通にあるんよね。毒系のやつなんやけど。ってことは、なんか元々ある言葉ってことよね。ポケモンの技としてあるだけじゃなくって。さあ、大丈夫？すぐに毒消してあげるけんね。さあ、どう？収まってきた？お、いけたいけた。よかったよかった。かわいいよ、相変わらず。さあ、これで取り戻した？グズマー、何やってるんだ。おい、奪ったポケモンこいつに返せや。お、マジで？優しいね。なんかあっこ光っとるよ、めっちゃ。キュー。お、なんだ、自分で帰ってった。ひっ。なになになに？どうしたの？お前はぶっ壊す。あいつらの力を使ってもな。誰あいつらって。なんか去っていったけどさ。グズマに勝利、屋敷の外に出てみようろと。で、これが気になるの。アユナは虫 Z を手に入れた。マジで？虫 Z を Z クリスタルポケットにしまった。やったー、なんかゲットしちゃったんだけど。で、なに？外に出るの？あ、なんかみんなおらんなっとるけど。あ、てか、ちゃんとあれやね、ガラスの破片踏んだらチャリって音がするんやね。細かいなぁ。ん？こいつらは普通におるんやね。で、なに？どこ行ったの？追いかければいいな、私は。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。